おい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 、タワーアグロはもらった。何やってんだよ。おいおい、俺無視して、あ、おい、おい、やんのかおら。ふざけてるだろこれマジで。多席多席多席キング、多席、おい、レッツゴー。これ何、ボトムレオナジーン、ジャングルジャーバン、マルファイトトップ、ミッドベイン、トップベイン、 What the fuck is this shit? どっち、ミッドマルファイト、ベック最低、何やこれ。ルーンどうしようかな。フェーズラッシュ安定な気がしてきたな。いやでも征服者で殴り合いたいっちゃ殴り合いたいけど、うわーどうしようかな。ルーンがいい、様々だ。まあいいや、これでいこう。サモナーズリフトへようこそ。おい彼氏とお前やる気あんのかよ。ベイントップらしい、ベイントップきめえな。マルファイトミッド流行ってんのこれ。弱くない、マルファイトミッドどこがいいのマジで。マルファイトミッドに負けるやつとかマジで What the fuck だね。なんだこれ、キモすぎ。寄った方がいいのかこれ。いや寄らなくてもいいかな、経験値そうかな、経験値するわ。寄るか、ナイス。寄らないわ、寄るか、寄る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 。一応レベル1だけど。これこれ無理、無理じゃね、何やってんの。 What are you doing? So stupid。 敵のダブルキル、はあ、もっといい塩梅でやれない。何それ、一応寄ったけどさ、絶対勝てないやん。てかレベル1ベインとマルファイトなんてガチでミニオンだろ。なんでレンジのベックスが負けんだ。あ、俺が勝つよ。あのさ、レベル1が何やってんの。一応 J4 来れないかどうかだけワード言って。うわマジベイントップやってるやつの頭かち割るのすげえ楽しみだわ。調子乗りやがって、お前がゼウスだと思ってんのか自分のこと。まあ、レベル1適当にやって勝てると思うねマジで。ほらおら、おい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 、迷っても突き進め、おいおい、タワーアグロはもらった。何やってんだよ。おいマジでさあ、てん、What the f- ハロー、ありがとうね。はぁ、Jesus, what the fuck。 で、これ相手の方がウェーブ大きいから、これフリーズするよ。フリーズできないよ、ウェーブ状況見て。フリーズできないよ、ほら。ウェーブさっさと押せ、次のウェーブがないから。え、次のウェーブここでしょ、これ固まんないでしょ、OK。で、レーンにテレポートで復帰しろってドパが言ってた。経験値大事で、ここでワード一旦置きに行こう。なんなら深めに置いた方がな、早めに検知できるからな。はい、でこれウェーブを押し込まれたくないよ。ウェーブを間引いてあげて、 J4 トップ側、あてか CS 食うとき QE ミスってあげて、吹き飛ばしてフェーズラッシュで一旦離脱。 いいよ、相手はウェーブを押し込みたいわけだ、俺は押し込まれたくないわけだ。味方に合わせてあげて、お前もう死んでるよん。レゴ踏んで死にやがった。味方に合わせる、これ大事な。味方が来た時俺はサポートでもトップレーンでもミッドレーンでも必ず綺麗に合わせる。ギャンクアセフラッシュ使っていいの。うん、もちろん。敵が反応できないようなフラッシュをぶち込んでいけ。これさ、初手ナイトエッジ言ったらマジでベインって何もできないんだよね、おもろいぐらいに。
これされるから、まあ、カウンターってカウンターなんだけど、ナイトエッジ言っとけば、あいつスキルあれしかねえから、ブロックできるんだよね、ボディブロック。言っときゃよかったかな。お前ないじゃん、スキル。あのさ、E を使ってんだったらさ、その間下がれよ、バーカ。これだからトップレンジやってる。やろうわよ。え、敵のジャングラーどこにいる？ボトムで見えてる？見えてるよね。じゃあ俺フリーじゃん、これ。おいしいおいしい。方が倒されました。敵を倒しました。できたらこのウェーブまで食えたら熱いんだけど、ちょっとオーバーステイした気がする。これね、ちょっとオーバーステイだわ。欲張った。これ以上いると俺死ぬ。ベインにウルトで追われて。このタープレット無理よ。これバックタイミング失うからね。まあこれタープレット消えるんだけど、しょうがないね。え、これ、ほら狙ってたじゃん。ふぅ。まあ相手がいつ復帰するかも頭に入れてあげて。で、ウェーブこれ固めちゃったらベイン地獄じゃない？どう思う？地獄だよね。なんだこいつ。ウェーブフリーズしてるからこれ動けるよ。動けるよ。全然動けるよ。これがウェーブ管理な。ほら、相手ウェーブ燃えたら来ねえの？来ねえんかい？来たねえ。あの、ぶっ殺すよ。おい、おい、俺無視して。おい、やんのか、おら！ふざけてるな、これマジで。くそ、マジで。アロエヨーグルト大好き。死ぬ時は死ぬ。で俺フラッシュなくなったじゃん。でまた狙われるんだよね。でここでプロとかだったらめちゃくちゃトップ見てくれるんだけど、多分放置されるんだろうな。ってことはこのウェーブをささっと押してワード深めに置いて J4 来たら味方に来てもらうかって感じ。パパッと押すよ。でここで今ベインがいねえから多分いける。相手ウルトも上がってねえタイミングだし、深いところにワード系、深くないと俺は死ぬ。ここも結構バレにくいところに置いて、オーケー。うわ、 Q の精度が悪い。モニターが傾いてるからスキルが当たんねえ。さっきバンってした時にモニター直さねえと。モニター傾いてるわマジでオッケー。ちょ、俺がいけないことを伝えてるよ。俺ね、これ J4 がいるから怖いんだよね。俺めっちゃ伝えたからね。これ J4 いたじゃん、俺通れないのよそこ。1対1は勝てるけど、だから味方が引く必要がある。でその間ね、俺はこっち取る。ナイスー。ほら味方に伝えてるから味方は、あ、来るんだなって事前準備ができるので、高助さんはピンしないよね。味方が死んで文句言ってタセキングになる。タセキ、タセキ、タセキング、タセキ、おい、レッツゴー。あれどっちが先にタワー取っちゃったかな。でこれでバス乗ってるって思われるかもしれないけど、これのどこがバスだよ。みんな、俺はキャリーしてるぞ。敵引きつけて CS 有利取って、タワー先に追って、視界も深くに置いてるから全部俺のおかげで見えてて、ピンも的確。そういうことよ、細かいところ。ミクロだけじゃねえこのゲーム。俺ブリッツなんか寄ってるから行こうぜ。ブリッツちゃん一緒にどうだい。おいおい、お前そこ押していいのかバカ野郎。味方来てるからね、一旦離脱して。 OK で味方来て、こっからスローを与えて、殴ってポンポン。味方来てんのに死ぬんじゃねえぞ。 CC だけ当てて様子見ろ、味方を利用しろ。ここで死ぬやつ多すぎる。戦ってるよ、よりよ、よりよ。これもう戦ってる、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 叩いてる場合じゃねえ。いけー、ナイスフック。それに当ててあげて、相手フラッシュ。なこいつ、お前 EQ ミスってんじゃねえよバカ野郎。お前が EQ ミスってるフェイクで俺が引っかかった、クソが。相手がファッキンオーナーだったら、ティアンだったら、あ、死んでねえのに俺。逆にこいつが浅くて俺が死んだんだけど、なんやこれ。ワンちゃんいけない、行こう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 。ベインないじゃん、ベインないじゃん、ベインないじゃん、戦おうぜ。でも俺が行くとちょっと危ないんだけど、まあいいや、どうでもいいや。戦おう戦おう、いいね。いいね、プラスフラッシュない。フェーズラッシュ利用して、オッケー。敵を倒
ブーチェ。ベイン見えたじゃん。行こうよ。視界なくても。なんだこいつ。キモすぎ。オブジェクトが上側にあるんで、俺がテレポート持ってるから俺が下行く。でもアルファイトでやりたくないけどね、正直。対面は。これ俺死ぬ。敵を倒しますよ。柔らか。おい、お前スキル俺に当てられないけど大丈夫。あ、一旦引くわ。任せる。引かなくてもよかったな。お、なんだこれ。一旦下がってもいい。殺せなかったの残念だな。ナイス。ウルトも打たせない。ナイスナイス。シャットダウン。どうせ右にステップすんだろ。でワードがあるからこれプレッシャーできる。ワードなかったら俺いかないよこれ。怖い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 。ナイトエッジがあったから生きた。ナイトエッジなかったら死んでた。うふ。過去を振り返るな。おい殺しに来んなよ。ファーム食えよお前。ファーム食えや。さすがに来ねえだろ。来たらバカ。なんか来そう。こいつめっちゃバカそう。マルファイトピックしてる時点でめっちゃ来そう。オッケー。さすがに来ねえよな。TP あるんだけど。行くか、行くか、行くか、行くか。これ、ベインない、ベインない、ベインない。ダブルキル。味方がタワーを破壊しました。なんだこいつ、お前アホだろ。殺せ殺せ、一旦そいつ殺してから考えろ、ドラゴンは。小賢しいな。俺ここで待ってるわ。ブリッツお前も待っとけ。うわー、ブリッツ待っとけばよかったのに。ハリアだけに任せて。敵来るんだから。見てやるよ。お前メジャー持ってっからな。バロン行こうぜ。まあ、本当だったらこれトップ&ミッド押し込むのがいいんだよね。なぜならこっちのタワー残っててこっちタワー残ってないじゃん。味方がタワーを2つのウェーブを押し込むこと大事よ。みんな1つじゃないよ。ミッドだけじゃないよ。味方がインヒビターを破壊しました。わっ、フィールドゴールがえぐい。キュイミスっちゃった、ごめんね。破壊しました。ナイス、ベックスちゃん。タリアもよかったよ。子供もまあカリスタ結構怪しかったけど。お、終わらせてくれ。ウェー、ジジイ、イージー。どう？トップレーンキャリー力がないって。ノーノーノー。 This is how you carry。 どう？これがマクロだが、まあ、KD だけで見たらベックスさんがキャリーですけど、マクロでキャリーしたな。でこの動きはね、みんなもできるからね。あのミクロの JS はまあさすがにすぐ真似できないけど、この考え方、俺が口に出してる考え方とかをやりながらトップレーンやると、今ギャンクも食らいづらいし、味方のジャングラーの時間を潰さずギャンク合わせるとか、あとグループのタイミングとか、まあ、俺も完璧ではないんですけど、まあ、かなりめちゃくちゃいいこと言ってる。